皆さんこんばんは、アイです。前回のパートでは、こちら倉庫と、アクアリウムをこんな感じで作りまして、あれからね、はい、この額縁を貼ってあるところにアイテムを貼り付けて、あと荷物の整理整頓とか仕分けもやっておきました。やっぱこのアイテムがね、額縁にアイテムが入るとより倉庫感が増すというか、いい感じになってるんではないかなと思います。で、今日はね、ちょっとそろそろこのツールに修繕をつけたいなということで、村人貿易をして修繕の方をね、ゲットしに行こうかなと思っております。それではちょっと村の方に行きますか。お、着いた着いた村。村人、この中に入りがち。なんかいつも入ってる気がするんだけど。一旦もうこの村で交易を済ませるか。で、食券台を持ってきました。これ解体しよう。で、今日はとりあえず師匠さんだけかな。他のね、職業ブロックの子もやりたいんだけど、修繕一択狙いで師匠ガチャをやっていこうかなと。お、え、この人いいじゃん。15M15 で耐久さん。結構安くない？これ。これ、もらっときますか。来た来た来た。26で修繕。じゃあこの子。26なんかもうちょっと安い子出そうだけどな。とりあえず、この子行くか。じゃあ修繕もらいます。来た来た来た。オッケー。もうエメラルドがね、なくて1回しかできないから、どうしよう。わかった。ちょっと、あれ作るわ。エメラルドのいい稼ぎ方、私は知っている。ちょっと一回材料取りに帰ろう。材料というか、これ、樽を持ってきました。で、なぜ樽なのかというと、これやね、糸。糸でエメラルドを稼ごうかなということで、糸無限作ります。もう、この村のどっかの家に作っちゃおうかな、このまま。じゃあちょっとね、この家が一番広そうなんで、この中に作るか。で、このね、糸無限のやつは、前もね、何回か作ったことあるんだけど、Java 版限定のやつで、なんかバグをね、使った、やり方らしい。はい、とりあえずね、こんな感じのスペースを作りました。で、チェストを、いや、これちょっと狭いか。ちょっと、不格好だけど、ここに設置しようか。で、チェストに向かって、ホッパーを設置。で、ここに、バリブロック置いて、あとトラップドア。で、このトラップドアの上に、またブロックと、あとレバーを置きます。で、このレバーを、一回ガチャってして、トラップドアがね、上がった状態にして、で、ここに水を流すんだけど、溢れるからどうしようかな。これトラップドアでも止まる？これでどうかな。で、水を流して、あ、大丈夫そう。大丈夫そうだね。これでレバーを下ろすと、ちょっとね、水の向きが変わって、で、あとは、
ここの横にトリップワイヤーフックとの糸、ハサミを使ってどうやるんだっけ、壊してあげると、あれ違うね、何かが違うかも。あ、来た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 、なんかミスってるんかと思って何回もやったらできましたね。あ、待って、これさ、ホッパー1個こっちだ、ずれてる、ちょっと直します。はい、1マスね、内側にずらしました。もう一回やってみようか。あれ、またできなくなっちゃった。なんで？あ、やっとできた。作る向きよね。作り変えたら、なんかできた。ちょっともう、うろ覚えでね、作ってたから。よし、それじゃあこの糸を選びと交易で活用してエメラルドを貯めていきます。釣り人さんね。おー、早い。お、見て見て見て、エメラルドと、うるさいな、うるさい。エメラルド1、早くない？もう1スタック溜まったんだけど。早っ。溜まりました。ということで、修繕。オッケー。とりあえず、1、2、3、4、5、6、7、8、9。9冊。9冊いただいたんで、今日は、とりあえずこれでいいでしょう。よし、それじゃあ修繕つけていきますか。ね、ダイヤモンドでね、ちょっと修繕しちゃってるからめちゃめちゃえ、やばいんだけど。え、1個で 33？ やばすぎる。ちょっと待ってそれは聞いてない。あ、これはいけるな。ちょっと安い延長コスト安いやつからつけていこうか。じゃあいきます。おー、これもいける。9レベル。わー、これも高い。17だって高っ。ちょっと待って、これはやめといて。あ、いけるいける。あ、そう、この剣はちょっと待って、耐久もつけときたい。問題はこのツルハシやねこれやばいな。33、ひどいな。わあ、ちょっと経験値貯めるか。ちょっと経験値貯めてきますわ。よし、これで防具とツール全部ね、修繕をつけることができます。さあ、あれ？ちょっと待って。これ修繕ついてない。あれ、なんで？ちょっと待って、私さ、やらかしてる？また。ちょっと待って。もしかしたら、同じやつに2個修繕つけてるか、ただの付け忘れか。ちょっと待って、わかんない。編集で、遡ってください。編集中の私。はい、ただいま編集中で、いろいろと見てみたところ、こちらが一つ目のツルハシ、そしてこれが二つ目のツルハシ、
なんと同じツルハシに修繕を2つつけてました。やらかしてました。何なのかわかんないけどごめん。全部つけてなかった。あれ、でもさ、修繕の方もうないからちょっとまあ今日はとりあえずね、修繕つけれましたということにしときましょう。 OK、 それじゃあちょっと後半の建築パートに移りたいと思います。はい、それでは本日の建築パートと、その前に、今月10月といえば、はい、今日のね、撮影日が10月23日なんだけど、もうすぐね、ハロウィンということで、ちょっとね、かぼちゃの自動回収装置を作ろうかなと思ってまして、ちょっとまあ、今、こんな感じでざっと印をつけてるんだけど、かぼちゃの装置を作って、それをね、囲む建築をやっていくって感じで、まずは、かぼちゃの自動回収装置。かぼちゃもそうなんだけど、まあ、ついでなんで、スイカもね、一緒に作っていきます。で、これから作るやつは、まあ、いつも作ってるやつというかね、メジャーなタイプのやつなので、ちょっとざっくりと説明しながら。ちょっとまずは、チェストとホッパーを置いて、回収するところを作っていきます。はい、こんな感じで、設置しまして、この上に、レールとハードレールを置いていきます。地面にマス掘って、下にレッドストーントーチ。で、この上は蓋しちゃって、ここから、どうしよっかな、2個繋いだ方がいいかな。ハードレールを、2個繋いで、あとは、レール。はい、こんな感じでレールとハードレール設置したんだけど、ちょっと一回ちゃんと動くかどうか。お、いいね、ちゃんと止まることなく動いてるっぽい。OK。これであとは、ここのレールの上に、こんな感じでね、土を置いていくんだけど、ちょっとその前に、下から5マスのところに、ちょっと土をね、仮ブロックとして、敷き詰めていきます。はい、こんな感じで、このレールの上に土を仮ブロックとして置いたら、この下に、ピストンを、この押し出す部分が下を向くようにね。で、これを、1マス置きに、こんな感じで置いていきます。こんな感じで置けたら、上の仮ブロックは全部壊します。はい、そしてこのレールの上に土を設置していく。で、設置していくんだけど、このピストンの下、ここは開けた状態で、このスペースの空いたところ、このピストンとピストンの間のこの空いた部分の土を耕して、かぼちゃの種とスイカの種をね、植えていきます。あとは、この種植えたところの上にオブザーバー。これを、顔がね、下を向くように設置していきます。そして最後にですね、このオブザーバーの上にレッドストーンダスト。これを置いてあげたら、完成になります。めちゃめちゃ
簡単。そうだ、これね、余裕がある人は、種植えた時と同時に、コップを使って、この伸びた段階、ここまで成長させておくと、あとはね、かぼちゃがすぐできるだけなんで、めちゃめちゃ早いと思います。OK、じゃあちゃんとね、動いて回収できてるみたいなので、あとはこれを隠すためのお家、建築をするだけという感じになります。ということで、建築やっていきますか。はい、それでは、あ、スイカゲットした。それでは、建築、スタート。それでは、作っていきます。と、その前に、ちょっと今回、建てる場所をね、説明してなかったなと思って。で、さっき、かぼちゃの自動回収機作った場所も言ってなかったんで、ちょろっとだけ説明したいと思います。これ今、上から見てる図なんだけど、今回建てる場所は、この右側、もう右半分全体のエリアを、ちょっといろいろとやっていこうということで、作っていく予定です。それでは、建築いきましょう。それではまず柱から立てていきます。使うのはダークオークの原木。そして壁に使うのは白樺の原木。それは皮の剥いだやつ。さっきも言ったんだけど、もうすぐハロウィンということで、ちょっとハロウィン建築ではないけど、そっち系のカラー、色味とか形とかを意識した建築を今回はする予定です。今の段階ではまだ全然ハロウィンっぽくないなって感じだと思うんだけど、ここからいろいろとやっていきます。続きまして屋根を張っていきます。ここで登場、アカシア。アカシアはね、なんかカボチャの色とも似てるし、ちょっとハロウィンっぽいなということで、今回は使ってみることにしました。全体的にアカシアの板材を使って屋根を張っていきます。さすがにこれだけじゃ寂しいなということで、ちょっと縁というか凹凸をつけるためにダークオークの原木と階段を置いていきます。そしてさらに赤い砂岩の塀とダークオークのフェンスも置いてみました。屋根の一番上にはダークオークの原木を一本置いて、ちょっといつもとは違う感じにするために屋根の両端を階段やハーフブロック、トラップドアを使ってちょっと内側に丸めた感じの形にしてみました。そして右側の屋根の上にはドーマーをつけていきます。ここの屋根も上の方はちょっとくるっとさせた感じにして、ダークオークの素材で凹凸も出していきます。で、この下の方がなんか寂しいなということで、ちょっと追加でね、屋根をつけることにしました。ここの屋根はちょっと内側に丸める感じ、若干丸い感じを意識してバランスを見ながら作っていきます。続きまして正面部分、正面の入り口とあと窓を作っていきます。入り口にもちょっとちっちゃい三角の屋根を付け足して、入り口の両サイドにはちっちゃい窓、そして中間のところが寂しかったので、トラップドアやフェンスゲートを使ってちょっとだけね、模様というか装飾もしておきました。そして一番上の窓は 3×3 の穴を開けてガラスを置き、階段とトラップドアを使ってちょっと丸い形の窓を作っていきます。左側にも入り口を設置。そして次は左側の屋根。ここにはとあるものを作るんだけど、まずは石系の素材を使ってちょっと壁をね、作っていきます。なんとなくだけど、下から上にかけてだんだんちょっとグラデーションになるように地を置いていってはいるつもり。この一番上にも屋根を張っていきます。まずはダークオークの素材で縁取りをして、アカシアの素材を使い、丸い屋根を作っていきます。一番上にはフェンスとランタン。ここからはさっき言ったとあるものを作っていくんだけど、とあるものというのは風車ですね。この後ね、ちょっと小麦畑みたいなものを作るんだけど、まあ畑作るなら風車あった方がいいかなということで、
方解石とクォーツのブロックを使ってちょっと羽っぽいやつをつけていきます。で、さっき作った風車の後ろのスペースが寂しかったので、ここには煙突をつけることにしました。で、黒いブロックをね、なんか使いたいなと思ったので、ブラックストーンとブラックストーンレンガの混ぜ込みで煙突を作っていきます。一応これでここの建物の建築は完成になるんだけど、残りの細かい装飾とか混ぜ込みもして、完成お披露目の時に紹介したいと思います。それではここからはさっきちらっと言った、小麦畑を作っていくんだけど、その前にちょっと道をね、道整備をしたいということで道を付け足していきます。で、ここの場所はね、この間のライブ配信でちょっと整地をしたんだけど、まあ、最初と比べると結構ね変わったんじゃないかなと思います。まあ畑ということで、ちょっと段々畑みたいなものを想像してたので、ちょっと1マスごとにね、下がっていく感じで整地をしました。で、今遠目だからちょっと見づらいと思うんだけど、道に使うブロックは石系の素材、苔むした丸石やレンガ、あと凝灰岩とかのハーフブロックを使って滑らかな段になるように道を作っていきます。で、この道を作る時も、まあ、ただまっすぐ置くんじゃなくて、ちょっとずれる感じ、何マスか置きにずれる感じで置いていってます。基本的に真ん中に1本で、左右に1本ずつちょっと枝分かれするように。なんでこの形で道を作ったのかに関してはこの後説明したいと思います。畑のお披露目もこの後にしようかな。この後お披露目します。それでは最後、今回のテーマがハロウィンっていうのもあるということで、私の中でなんとなくハロウィンといえばカボチャの馬車が出てくるんだよね。ということで、空いたスペースにカボチャの馬車を作っていきます。使う素材はアカシアで、ただの丸で作るんじゃなくて、ちょっと横に長い、なんて言うんだろう、卵型って言ったらいいのかな、横に広がる丸い感じ。一番上のところはカボチャのヘタみたいなイメージで、銅ブロックを使ってね、ちょっと丸めた感じのヘタを作っていきます。あとはカボチャの馬車の車輪部分、ここも真ん中に銅ブロックを使って、他のところはダークオーク、細かい装飾や混ぜ込みをして、この後完成お披露目です。はい、ということでこんな感じで完成しました。いやー、めちゃめちゃいい感じになったんじゃないかなと思うんだけど、やっぱここの土地一面を小麦畑にすると圧巻ですね。はい、それじゃあ、軽く今回作ったやつの紹介と、あと変更した部分を見ていこうかなと思います。はい、じゃあまずこちらから、今回は、この中にね、はい、ここにかぼちゃとスイカの自動回収装置を作ってまして、これを隠すためにこんな感じのお家を一軒建てました。で、前提としてここに小麦畑をね作りたかったということで、風車もあったらいいんじゃないかなと思って、風車というか羽も設置しておきました。で、ハロウィンがテーマということで、屋根とかにはね、かぼちゃと同じ色のアカシアのブロックを使ったのと、で、あれからね、ここにかぼちゃも混ぜ込んだのと、あと
これ、赤い砂岩、赤い砂岩とかぼちゃかを、ちょっと混ぜ込んでみました。ちょっと今全体が見にくいんだけど、あ、こっからだったらちょっとわかるかな。まあ全体というか、ちょっと素材のね、数があんまりなかったので、まあまばらじゃまばらだけど、こんな感じでね、いろんなところにちょこちょこと混ぜ込みをしてあります。で、それとこの壁の部分も、このね、白樺の原木に加えて板材をね、混ぜ込んでみました。まあそんなにわからないっちゃわからないけど、気持ち程度の混ぜ込みって感じかな。で、ここの入り口には風車とかぼちゃ装置って一応書いときまして、まあここはね、もうほんと装置を入れてあるだけだから、まあ内装とかは何もないんだけど、まあ一応メンテナンスできるように、ここには入り口つけてこうやって入れるようにしてあります。で、こっちのね、隣、ここにも入り口を設置してあるんだけど、はい、ここはちょこっと、まあ、内装っていうほどでもないけどね、ちょっとテーブルと椅子を作ったのと、ここからね、かぼちゃなるところとか、収穫できるところ、そっちが見れるようにね、ガラスを置いたりして、こんな感じになってます。あと、絵画も飾ってみました。なんかこの絵画、ぽくない？今回のテーマとなんか合ってるなと思って。ちょっとこの黄色とかさ、小麦畑に見えなくもないし、ちょっとハロウィンってことで、この黒いところとかね、なんか雰囲気合ってるかなと思って、これにしてみました。で、ここには、防具立てにかぼちゃ、くり抜かれたかぼちゃかぶせて、こんな感じで埋め込んであります。で、このお家の、横にはちょっと、まあ、小麦畑だから、俵を置いといたり、かぼちゃ置いたり、樽置いたりして、こんな感じの物置ではないけど、置くスペースにしたのと、はい、裏側はこんな感じですね。まあ、正面とほぼ一緒。まあ、ここの真ん中のところに入り口があるかないかの違いぐらいで、ほぼ変わりません。ここには窓をつけておきました。で、まあ今回このうちはね、ハロウィンをテーマとして一応作ってはいるんだけど、まあ、全然普通の、なんて言うんだろう、風車小屋としても使えるかなということ で、ここのね、風車のこの上の屋根のところをもうちょっとなんか帽子っぽくしようかなとか、いろいろね、自作段階ではいろいろなパターンを作ってはいたんだけど、あまりハロウィンしすぎても、なんか、遠目から見た時に浮いたら嫌だなと思って、まあ通常時でも違和感ない。だけど、まあ、色味とかもあるけどね、ハロウィンっぽさも出しつつ、みたいな、普段使いもできるように、一応いろいろと考えて作ってはみました。じゃあ次、こっちの馬車行きますか。まあ馬車も、ここに赤い砂岩とかぼちゃを混ぜ込んだのと、あとこれね、やっぱ馬車だから、お馬さんいるかなと思って、このお馬さん前、前回かな？前回か前々回のパートで乗ってたお馬さんをね、連れて帰ってきてたので、このお馬さんをここに繋げてみました。で、ちょっとこの後、もう一匹白いお馬さん捕まえに行きます。ちょっとこれは後だね。後に回します。で、このかぼちゃの馬車。はい、かぼちゃの馬車ね。は、一応こっからね、中に入れるようになってまして。はい、内装は、まあ、座るとこ作ったぐらいだけど、まあこんな感じになってます。で、ここにさ、ゾンビピグリンを捕まえて乗せてみました。で、ちょうどさ、あっちにあのネザーゲートを作ってるじゃない。あの周りに、っていうかあそこから多分出てきたんだと思うんだけど、ちょっとうろうろしてたから、ちょうど良くないと思って。そう、本当はここのトロッコよ、自分が乗ろうと思ってたんだけど、
っといいの見つけたと思ってここにね載せておきました。で、実はこの子名前がついてまして、はい、うりちゃん、うりっていう名前をつけました。なんかハロウィーンっぽい名前つけたいなと思っていろいろ考えたんだけど、かぼちゃってうりか、なんか野菜って 何かみたいなのがあると思うんだけど、かぼちゃはねうりかっていうその科に属してるらしく、じゃあもううりでいっかということで、うりという名前をねつけさせていただきました。そう、名前つけてないとねデスポーンでいなくなっちゃうんで、これからよろしくな。しかもちっちゃい子なの、可愛くない？ハロウィンともね、なんとなく合うかなと思ったんで、ちょうど良かったです。はい、このかぼちゃの馬車も、こんな感じかな。変わったところは。この馬車はね、そんなに大きさも大きくなくて、コンパクトだし、結構簡単にできるんで、めっちゃおすすめです。そう、おすすめということで、ちょっと間に合うかわかんないんだけど、今月中、やっぱこういうのってシーズンものなので、今月中に作り方動画の編集が終われば、作り方出そうかなと思ってるんで、空きスペースとか何作ろうかなとか、まだハロウィン建築してないよって方いましたら作ってもらえると大変喜びます。出すかわかんないけど、出たらぜひ作ってください。で、こっちに関しては、要望が多かったら作ってもいいかなとは思ってるので、まあ、また何かあればコメントまでよろしくお願いします。お、ちょうど夜が来るね。これね、結構夜の雰囲気っていうか、夜になったら、なんかなおさらハロウィーンっぽさというかね、雰囲気が出てめちゃめちゃいい感じだった。これでざっとは紹介したかな？あ、そうだ。こういうね、その空いたスペースには、かぼちゃをね、たくさん置いたりして、かぼちゃの上には、シーピクルスと、あと植木鉢とか、ランタンを置いて、雰囲気が出るように、こんな感じでね、空いたスペースは埋めておきました。あ、ごめん、もう一つ忘れてた。道だね。道は、ここにまっすぐの道と、こっちに枝分かれする道と、こっちの枝分かれの道を作ってあるんだけど、こっちはですね、特に目的はなく、ここがね、なんか湖みたいになってるということで、まあ道つけたらなんかいいんじゃないかなと思って、なんとなくで、こっちは道を作りました。そして、こっちの反対側の道は、ここね、多分後々橋を作る予定ではあるので、まあここ道があってこっちとね、つながる感じでしたらいいんじゃないかなということでね、こっちは道を作ったっていう感じです。はい、という感じでこのエリアは完成になります。いやー、結構ね、時間かかった。多分6時間ぐらいかな、全部で。建物建てるのと、畑作るのとか、装飾とかいろいろ含めて、多分6時間ぐらいでできました、ここ。OK、じゃあもう本当の最後の最後。さっき言ったんだけど、お馬さんね、やっぱここ、2匹、2頭、いた方がいいでしょうっていうことで、白いお馬さんをもう一頭探しに行きたいなと思います。蔵を持っていきますか。一応平原っぽいとこ出ましたが、あ、いる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 。いたいたいた。いたー。やっぱ白い子がいいよね。なんか足早いかな。お、来た。さあ、この子は？
どう？どうなんだろう、わかんない。あ、でも早いかも、早いかも、早いかも。この子は、いや、遅い。さっきの子より明らかに遅い、この子。オッケー、ちょっと最初の子にしよう。この子の方が断然早い、多分。ほら、全然違う。全然早い、この子。オッケー、じゃあこの子を連れて帰ります。お、もう着いた、早い。ただいま。ただいま、ただいま。よし、オッケー、いいじゃん。やっぱ2頭いた方がいい。いい感じじゃないですか。オッケーです。はい、それでは、お馬さんも無事に連れて帰ってこれたということで、本日のパートはここまで。ご視聴ありがとうございました。それでは、バイバーイ。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。